んにちは、鶴田由紀です。このチャンネルでは私が経験してきた応援受験や東大受験、そして哲学会で講師をしたという経験をもとに受験勉強や教育、子育てなどについて話しています。では今回の動画のテーマは嫌でもやる気が出る動画ということでリクエストをいただいたんですけど、どうしようかなと思いまして、やる気が出てるという状態を科学的に解説した上でそれをどう作り出すかについてお話をしていきます。はい、ではまずそもそもやる気が出てるってどういうことかっていうところなんですが、科学的にはドーパミンという物質が関係してます。これは人間の体内でたくさん作られているいろいろな種類の神経伝達物質の一つです。これが私たちの快楽という気持ちと結びついています。ドーパミンっていう単語自体は聞いたことがありますよね。例えば皆さんも日常会話の中でやる気に満ち溢れてるぞっていう時のことをドーパミンが出てるって言ったりしますよね。このドーパミンっていう物質の分泌量が多ければ多いほど快感とか喜びといったプラスの感情を強く持てると言われてます。例えば時間を忘れて自分の大好きなゲームや遊びに没頭してる時、これは脳からドーパミンがいっぱい出てるっていう状態なんですね。勉強だと嫌な教科は全然やりたくならないのに、好きな教科だったらいつの間にかものすごく集中して楽しく勉強が出てるぞ、やる気に満ち溢れてます。これはドーパミンの分泌量が関係してるということですね。そしてさらに面白いのが、人間の脳はすごくお利口に作られていて、自分が何をした時にドーパミンがたくさん出たかっていうことを記憶して、ドーパミンが出るきっかけになった行為を繰り返そうとするっていう性質があるんですよ。だからさっきのゲームをする、楽しくてドーパミンがいっぱい出たっていうことを脳が記憶して、そのゲームをまたやろうまたやろうっていう風に思わせているし、好きな教科の時だけはどうやら数学をやってる時だけはドーパミンが出るんだなっていうことを体が認識してしまうと、数学をやろう数学をやろうっていう風に脳がいつの間にか覚えてしまうということですね。便利なのか厄介なのかわからないこの性質なんですが、これを逆手にとって一度勉強をするときにドーパミンを出せれば、脳がいつの間にかその勉強っていう行為を繰り返さなきゃっていう風に働いてくれるという風にも捉えられます。つまり一度勉強中にいっぱいやる気が出てドーパミンがたくさん分泌されるっていうことが起こると、ただドーパミンによってやる気とか喜びとか快楽感、集中力が生まれるだけじゃなくて、もっともっとまた勉強がしたいっていうふうに脳が思ってくれるという状態を作れるわけですね。これはなかなか面白いですよね。なので勉強しなきゃいけないとは分かってるけど、なかなか勉強したいという気持ちになれないという人は、勉強中にドーパミンを分泌させるっていう方法を学んで、意識的に勉強中にドーパミンをたくさん分泌させれば、このなかなか勉強しようと思えないという問題は解決できるということになります。なのでここからはドーパミンが行動に与える影響の具体例とか、どうやったらドーパミンを出すことができるのかというところをお話ししていきます。はい、ではここからはどんな時にドーパミンが出るのか、つまりどんなことをすればドーパミンを出せるのか、どんどん紹介していきます。1つ目、感動している時、面白いって感じたり楽しいって感じたりすごいって感動したりする時、こういう風に感情がいい方向に大きく揺れた時にドーパミンが分泌されると言われてます。これを勉強中にあえてやるっていうのは難しいんですけど、一つ意識すべきこととしては常にテンション高くいること。数学の問題が解けた、はい解けました、で終わりじゃなくって、すごいやった解けたみたいな感じであえてお喜びをしてみるとか、国語の文章を読んだ、英語の文章を読んだ、すごい面白い内容だなってあえて感動しようとしてみる。人間って結構自己暗示が効くので、こういう風にいい意味での感情の起伏を持ちながら勉強するっていうのはすごく集中力にもつながるし、ドーパミンをあえて出すっていう意味でもとてもメリットが多い心の持ち方です。数学の回答を見て思いつきもしなかった方針で解いていたら、なんだこれっていう風に面白いじゃんって思えるかどうかですよね。まあ、常にテンション高く楽しもうとして勉強することが大切です。次にドーパミンが出る2つ目の状況が、人に褒められた時です。これも自分の意思では人に褒められるってなかなか無理なので、褒められに行ってください。うまくいった時とか、できなかったことができるようになった時とか、いい点数を取れた時、もうあえて自分から先生に報告するんですよ。先生もう僕めっちゃ今日うまくできました。それで多分褒めない先生ってあんまりいないと思うんですよ。まずはおやったじゃんとか、すごいじゃんとかっていう言葉が出ると思うので、その言葉をもらいに行くことですね。親でもそうですけど、まあ、友達はね言い過ぎると嫌味っぽくなっちゃうので、そこは気をつけつつ自分から褒められに行くシチュエーションを作ることです。それが無理だったら自分で自分を褒めるっていうのも習慣にするといいですよね。あ、今日私すごい頑張ったな、自分を褒めて納得する、これだけでも幸福度が上がってドーパミンが出ます。次にドーパミンが出る状況3つ目が、報酬を得た時と得られる報酬を想像している時です。これも本当は
先生とか周りのお母さんお父さんとかが協力してくれると一番いいんですけど、なかなかそう理想通りにもいかないと思うので、自分で報酬を決めちゃえばいいんですよ。それなりに簡単に得られそうな報酬から結構ハードルの高い報酬まで決めておくんですよね。例えば今から30分勉強ができたらこのお菓子を食べるぞとか、1時間勉強したら10分ゲームをするぞとか、そんな些細なことでも報酬になるんですよ。そういう自分がこれやりたいなって思っていることを報酬に設定しておくと、自動的にその報酬を想像してドーパミンが出るっていう脳の動きを作り出すことができるんですね。これは私も仕事中にやっていて、今から1時間集中して書類を作成して、そしたらもう30分休憩するぞと思いながらやるのと、思わずにダラダラやるのとでは全然集中力とか前向きかどうかっていう心の持ちようが違うし、もちろんその間に出ているドーパミンの量も変わるということですね。そしてドーパミンが出ていれば出ているほど、その行為をよし繰り返そうと思えるということです。次にドーパミンがたくさん出る4つ目の状況が、達成感を味わえた時です。さっきの報酬に少し似てるんですけど、報酬だけじゃなくて目標を定めておくことも大切です。一つ一番簡単なのは、常にタイマーを設置しながら勉強すること。15分は集中して勉強できたらいいなと思った時に、15分達成できました、それだけでもちょっと嬉しくなりますよね。そういう風に簡単な目標を設定しておくこと、これとこれは絶対やる、今日の目標はこれだと思って勉強をしておく。そうすると目標を達成できた時にドーパミンがたくさん出て、また勉強して目標を達成しに行きたいなっていう風に脳が勝手に動いてくれるということになります。どんどん行きます。次にドーパミンが出やすい5個目の状況は、知識欲が満たされた時です。勉強って知識欲を満たす行為だと私は思うんですけど、受験勉強だとね、なかなかそういうわけにもいかず、ただただやらされてやってるだけとか、知識欲なんてどうでもいいから受かればいいんだっていう方もね多いと思うんですけど、これは勉強中常に疑問とその解決っていうのを意識することです。なんで今自分がこの問題集を解いてるかっていうと、この問題集を解いて疑問がいっぱい出てきて、それに対して解決をするっていう行為だからだっていうふうに考えるんですね。分からなかった問題を見て、これは疑問だなぁと、自分にとっての分からない壁だなぁとちゃんと認識をして、それを答えを読むことで解決しに行く、そして解決できたなぁっていうふうにちゃんと意識をすることによってドーパミンが出やすくなります。はい、次にドーパミンがたくさん出る6つ目、意外なんですけど、チョコレートを食べた時です。もうこれはね、簡単ですよね。食べるしかないです。すごい甘ったるいチョコレートじゃなくって、カカオがいっぱい入ってるようなパーセントの高いやつ、ちょっとビターなチョコなんかを食べておくと、確かに脳に糖分がいくし、どうやらドーパミンが出やすいというふうに言われてるそうです。それでは最後の一つです。ドーパミンが出やすくなる状況は、自分の意思で自分で選んでやっているという感覚がある時だそうです。これもなかなか受験って意味では難しいんですけど、人に押し付けられたからやってるんだじゃなくて、あくまでも自分が受かりたい学校があって、やりたい勉強があって、だからやってるんだっていう風に気持ちを持つことですね。思い返すと、確かに私の母も自分からは受験しなさいとか、東大を受けなさいとか、勉強しなさいって言わなかったんですよね。まあ、今思うと、そういうことをなんとなく考えて、あなたがやりたいからやってるんでしょっていうスタンスで声をかけてくれたんですよね。まあ、そういうのが自分にとってはそのドーパミンが出る一つの原因だったのかなって思ってます。なので、みんなが今やってる勉強も、根本的には自分でやりたくてやってるんだと、自分が目標を達成したくてやってるんだっていう思いを常に忘れずにいることですね。そして最後にですが、もしもこれを見てくれている方が受験生の皆さんじゃなくて、その親御さんである場合ですね、最初の話に戻るんですけど、一度いっぱいドーパミンが出ると、その行為を繰り返そうとする。逆にこの行為をしてもドーパミンが出ないんだなって脳が認識してしまったことは、なかなか繰り返せなくて、どんどん嫌いになっていってしまいます。なのですぐにはできないと思うんですけど、子供が勉強っていう行為を好きでいられて、子供の脳みそからいっぱいドーパミンが出るように、そんな環境をどうやったら作れるかを考えてあげるといいと思います。一番いいのは、その勉強は押し付けられたからじゃなくて、子供の意思でやってる、子供が好きだからやってるんだ、そういうような声かけをするとか、接し方をしてあげてください。はい、ということで、今回はドーパミンっていうキーワードに注目して、勉強のやる気を出す方法についてお話ししてみました。なかなかモチベーションが上がらない時期とかね、受験生さんはあると思うんですけど、こんな風にちょっとロジカルに考えて対策をしてみるのがおすすめです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。動画が面白かったという方は、ぜひチャンネル登録といいねやコメントもお待ちしてます。バイバーイ。